女性の社会におけるジェンダーロールの変遷に伴い、本邦においては不妊症になるカップルの割合が増加しています。また結婚年齢の上昇に伴い、潜在的な不妊症予備軍ともいえる女性が増えています。カップルの方が不妊症かなと思って検査をしても全く問題はないんですが、早めに最近よく聞く卵巣年齢、卵巣予備能というのが正式な呼び方ですが、なども含めてご夫婦で現在の体の状態を知っておくというのは悪くはないと思います。また不妊症の原因は半分は男性ですので、男性が検査を受けるのは当然だと思っております。当院は生殖医療に関しましては、バイオ室こそ備えておりませんが、いわゆる不妊専門クリニックと同等のホルモン検査機器、精子検査機器を備えております。また分娩設備はありませんが、妊婦検診において必要な超音波検査機器は 3D、4D 超音波検査も可能な大学病院にもある医療機器を完備しております。三田という場所にふさわしいクリニックにしたく、カーテンや椅子にもこだわりまして、開腹室のベッドも海外のメーカーのロングベッドを導入しております。当院は PC を4台、電子カルテを含めますと計8台導入しておりまして、わからないことはその場で PC にてすぐに検索が可能です。もちろん正しい情報を選択する判断に困った時には、個人的に親しい信頼ができる大学病院の教授、あるいは専門病院、基幹病院の長とダイレクトに電話相談が可能です。どうぞよろしくお願いいたします。